何もかもわしのせいだ。わしの不始末です。お嬢さん、殴っておくなさい。殴っておくなさい。もう何も言わないで。もう勉のことはいいの。兄貴、兄貴はこうなってもまだ二代目を、てめえの親分を殺されながら、それさえうやむやに、もう一度観覧組と出入りになりゃ、えのきは必ず潰れる。だから我慢しろ、黙ってろ。そんな意地のねえ話があるもんかい。私も消えるよ。祭りが済んだら、あと5年も経ちゃほとぼりも冷めたろうに。俺たちもお互いにちっとばかり寄せ場から出んのが早すぎたようだな。あんたの座る場所はもうこの土地にはねえと思うよ。死ぬ気だね、あんた。